会派ね理事。自身が理事長の団体に多額の助成。さらに他の団体にもずさんな助成金支出に批判殺到。内容はこちら。赤い羽のボロが次々と明るみになっているようです。では、内容を見てみましょう。なる。赤い羽、他の団体もめちゃくちゃなんだな。この知的障害者福祉とか、350万円で80人にシューズ買ったみたいだけど、つまり、一人当たり4万円超えるシューズ代なんだよね。ナイキの高いシューズかなんかか？でもこの団体の写真見たらシューズ人によってバラバラで、多分1000円前後の偽クロックスとかもあるし、自腹持ち込みなのでは。一人当たり4万円を超えるシューズ代って何買ったんだよ。暇そりゃあかね。赤い羽募金、WBPC 以外も化粧品等寄付で50人に2330万とか半端ねえのあるな。燃えないゴミ。2100万円で62人に化粧品等送付。支援対象は養護児童。何これ。他にも赤い羽理事が自身が理事長の団体に多額の助成をしているのではと指摘の声が上がる。大阪ボランティア協会への助成。社会福祉法人大阪ボランティア協会団体情報役員、評議員。人の善意を何だと思っているのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。赤い羽は真っ黒だったんだ。公明正大な情報開示が必要だ。赤い羽は申請で適当なこと書いてたら審査が通って、金を渡した後は監査もしない超ザル組織だということだ。領収書あるとは思えないな。赤い羽銀行、マネロン支店。赤い羽はもう終わりでしょうね。次はこちら。昔から募金はうさんくさいからしないことにしている。どうやら本当に楽でもない使い道が多かった模様。もう、ほんとやだ。募金を食い物にするなんて人間じゃないよね。くたばってほしいわ。全国的なお小遣い制度だったとは、もう1円も集まらないでしょ。赤い羽運動には今後一切募金協力しません。人の善意をもてあそんだからです。金輪際、誰も赤い羽には募金をしないでしょうし、下手をすると他の慈善団体の募金も集まらない可能性もあるかもしれません。次はこちら。困っている人のために寄付したのに、社会活動家の養分になっていたなんて悔しい。しかし、不特定多数の善意を利用して活動資金集めって、悪徳宗教とかより立ちが悪い。詐欺師はいつも善人のふりをしてやってくる。人の善意につけ込む悪行。こんなの絶対に許されませんよ。最後はこちら。備品購入費にめちゃくちゃ金使ってるかもしれないから震え声。ナイキでも正規の値段じゃ4万ものなんてほとんどありゃしないよ。マジかよ。こういうのって身内の団体は対象外にするもんだろ。未だに全く報道しないマスコミ。こういうの報じないマスコミのせいで日本が疲弊してる。悪を助長してる。なぜマスコミはだんまりなのでしょう。不思議ですよね。結論。赤い羽によるずさんで怪しい助成金の動きに、これまで赤い羽を信じてきた多くの人たちが赤い羽に不信感を抱き、そして今現在赤い羽の信用は完全に地に落ちてしまいました。金輪際赤い羽に募金する人はいないのではないでしょうか。思想が偏った赤い羽の理事は今の赤い羽の惨状をどう受け止めているのでしょうか。まあ全ては自業自得です。
もう信用は戻らないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。